およそ60年前に北九州市で起こっていた公害の様子についてご紹介いたします。こちらの写真は1960年代に撮影された八幡の晴れの日の写真です。写真の奥の方には黒い煙突が映り込んでいて、そこから空一面に煙が広がっているのが見えるかと思います。当時この煙は市民から七色の煙と呼ばれていて、繁栄と発展の象徴とされていました。ですがこの煙の中には不純物が多く含まれています。物を燃やすときに出てくるすすや細かい石などの塵です。そういったものが含まれていましたので、私たちの目から見ればすぐに分かりますが、これは大気汚染が激しかったということが言えます。ですが当時の市民は環境について詳しいという方があまり多くおられませんでしたので、これが大気汚染であるという自覚があまりなかったようです。しばらくすると病気になる患者の人たちが増え始めて、この煙が決して良いものだけではないということに市民も気がつき始めました。市民の中には結膜炎や気管支炎、そして喘息などの患者が多くいたそうです。こちらのガラスケースの中に入っているものは、その市内の中でも最も降り注ぐすすの量が多かった白山と呼ばれる地区にあった小学校のものです。この白山小学校は周囲を大小80軒以上の工場に取り囲まれた場所に立地していました。工場からの煙をダイレクトに受けていた小学校の備品がこちらなんですが、この金属でできた雨どいはガスの影響を受けてボロボロに錆びてしまっております。隣には校舎の上に置かれていた屋根瓦がありますが、この瓦もすぐそばのセメント工場から流れてくるセメントの塵によって色や形が変わってしまっております。小学校のあった城山地区に1ヶ月間に平均で降り注いでいたすすの量はおよそ80トンです。最も多い月には100トンを超えることもありました。こちらの雨どいは実際に城山小学校で使われていた雨どいです。ご覧いただくと、この横側の筒の中にセメントの塊が入っているのが見えるかと思います。本来この雨どいはこの横の棒のところに雨水が溜まって、こちら側に水が流れていくようになっていたはずなんですが、そばにあったセメントの工場から降り注いでくるセメントの塵が次第に固まってきて、このように詰まってしまいました。これでは雨どいとしては機能しませんし、これが結構重たくて授業中にこれが外れるという事故が起こったこともあったそうです。こんな子どもたちが勉強するにはあまり適していない環境の中でも、子どもたちをできる限り健康に育てたいと PTA の皆さんはさまざまな取り組みを行いました。学校のグラウンドの周りに100種類以上の植物を植えてみました。ですがそのうち育ちきったのは柳と強竹桃の2種類のみでした。また日本で教室に初めて1台ずつ空気清浄機が設置されたのもこの城山小学校です。ですがこの空気清浄機で使われていたフィルターはすぐに目詰まりを起こしてしまっていて、あまり効果がなかったそうです。この写真は子どもたちがフィルターを洗っている様子で、それも子どもたちには大切なお仕事の一つでした。その他鼓笛隊を結成したり合唱コンクールに出場して子どもたちの肺活量を鍛えようという試みも行われました。当時小学校に通っていた子どもたちですが、自分たちが空気の汚いところに暮らしているからといって学校に通いたくないというふうにマイナスに捉える子どもたちは少なかったようです。子どもたちは学校生活を楽しく過ごしていましたが、少しずつ引っ越しをしていく家族が増えてき始めて、この小学校は開校後21年後に隣の小学校と統廃合して現在はもうなくなってしまいました。こちらの写真は1960年代に撮影された北九州市の海の写真です。こちらの写真の左側に映り込んでいるのは工場で、煙突がたくさん立ち並んでいるのが見えるかと思います。船が浮かんでいるところが海の水の部分です。東海湾は周辺を工場にたくさん占められており、市民の方たちが立ち入る機会の少ない海でした。東海湾は工場で使われた汚れた水が当時大量に流されていて、このように汚染がかなり進んでいた状態でした。
また当時の北九州市は下水道普及率があまり高くなかったので、家庭で使われた水の一部もこちらに注がれていたようです。こちらのガラスケースの中に置いている水のサンプルの左から2番目のものが、この写真の頃の洞海湾の水質を再現したものです。完全に茶色く濁ってしまっていて、仮に海の中に入ったとしても全く目視が効かないほどの状態です。この洞海湾を行き来していた船に取り付けられていたスクリューを展示しておりますが、このスクリューも水質が酸性になってしまっておりましたので、近くで見ると金属でできているにもかかわらず羽がボロボロにこぼれているのがわかります。また右端に置いているヘドロというものが次第に洞海湾の海底にたまり始めました。これは泥状のものですが、中に水銀やシアンという重金属系の有害物質が多く含まれており、非常に汚染が進んでいたことがうかがえます。洞海湾の水質検査に来た研究者の方が水を調べてみたところ、この水の中には全く酸素が溶け出していないということが分かりました。水中に溶け出しているはずの酸素がないということは、水の中で生きていける生き物がとても少ないということになります。洞海湾には当時魚の影などは全く見受けられず、この海はもう死んでしまったと研究者の方から言われたことによって、洞海湾には死の海という名前がついてしまうほどでした。